でももうほらミノル君も言ってたけど、はいはい、この時点で晴海も立ってたわけだから、そうですよ、もう素質はあったんですよ、もうすでにすぐ立っちゃう、俺と一緒だなすぐ立っちゃうやっぱね、うん、童貞だから、そう童貞じゃねえ俺は童貞じゃねえ声は言ってるんだね、童貞じゃなくてもすぐ立っちゃうからね、やっぱ難しいのは、うん、やっぱり実際の男性経験がないもので、あそうなのてっきりあると思ってたよ俺、まあ、思われがちなんですけど、うん、あって、ね、ありそうな顔してるもんね、うるせえな実はなくてですね、うん、俺もねえよ白井さんと違ってなくてですね、うん、いやだからそのね、うん、俺もこのビッチラジオだから言うけど、はい、俺でもねあのアナルに指入れたことあるんだよ、うん、自分のアナルに本当かよ当大丈夫か指興味本位あ興味だからその BL やってる時に、うん、どんな感覚なんだろうなって思って、じゃあ割とそんな昔の話中学生とかがふざけて、いやじゃあじゃあじゃあ大人になってから大人になってからやってみたら気持ちいいのかなみたいなのじゃなくて大人になってから役作りのためにね、そうそうそう研究として、ね、真面目な、うん、真面目なアナルいじりだったけどね、そうだよ、はい、あんま聞けねえぜこの話、うん、マジで本当にこれはでもちょっとぜひね、うん、あの皆さん試していただきたい、何をだよセクハラだぞ、はい、というわけでこのコーナーでは番組の感想や作品に関する僕たちの質問